めちゃくちゃ広くておしゃれで、かっこいいです
に立った途端に完全にこのスタジアムに飲まれました。あって飲まれてるか。飲まれてるか。飲まれましたよ。すごい、素晴らしい場所ですね。緊張がひどい。緊張がひどい。まあ、もう北海道がね、舞台のゴールデンカムイですけれども、はい、サンタがやっぱりこれまでも北海道にいらっしゃったことはあるんでしょうか。あ、はい、私はのプライベートで。あ、北海道大好きなので、何度も来てるんです。なるほどね、小林さんはいかがですか。他のゴールデンカムイのお仕事いただいてから、多分10回ぐらい来てる気がしますね。さあ、勉強でしてていらっしゃいますね。そうですね、小西さんはいかがでしょうか。僕はやっぱ仕事でしか来たことがなくて、なかなかこう、気がなくて、で、なのでちょっとプライベートでも来てみたいなと思います。はい、ぜひぜひ。そしてね、まあ、今回は北海道先ほど着いたばかりっていうふうに聞いたんですけど、そう、今回のね、ステイの中で何か北海道に楽しみにしてることあればお聞きしたいななんて思うんですが。後半でしょうね。もう、セイコーマート行くしかないですよね。セイコーマート、セイコーマートホットシェフ、セイコーマートホットシェフを食べて。ああ、いいですね。あ、よくご存知ですね。セイコーマートって言います。もう一度何点か見つけました。もうすぐに見つかりますからね。ぜひお楽しみいただければと思いますが、さあ、そんなお三方にファーストピッチ担当いただきます。では代表してですね、小林さんから意気込みをいただきますでしょうか。ガスのためにいいピッチングを頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございます。ではご準備をお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、今回はですね、ピッチャーを小林さんに、そしてアンパイアを竹本さんに、そしてバッターを小西さんに担当していただきます。さあ、どんなファーストピッチを見せてくれるんでしょうか。立ち位置についていただきまして、ではご準備よろしいでしょうか。